第19回アジア競技大会2022甲州の女子バレーボール競技は4日、2次ラウンド第1戦の試合を行い、吉原智子監督率いる日本代表はチャイニーズタイペイと対戦。3から1、25から15、21から25、25から18、25から21で勝利し、開幕4連勝とした。日本チームのスターティングメンバーは、 岩崎小嫁、首相島村春よ、中原南、中川美優、西川幸、平山シアン、リベロ、目黒優香。最多得点は第2セットから途中出場の田中水希の16得点、スパイク15、サーブ1、だった。次戦は2次ラウンド第2戦となり、5日の日本時間20時から今年のアジア選手権優勝国、タイと対戦する。 今回の代表メンバーのうち7選手がアジア選手権にも出場しており、準決勝でタイにフルセットで惜配しているため、雪辱を果たすことができるかにも注目したい。